どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は僕がストリーマーとして所属しているオーストラリアのプロチームのマインドフリークが今ね、ワールドプロリーグに参加してるんですけど、今日はねその試合を流しながらちょっと解説チックに話したいと思います。CW アナハイムでも優勝した今アメリカのもう、まあ、最強プロチームって言われてるライズネーションとの対戦なんですけど、まあその試合が本当すごい綺麗な、本当連携力がすごい綺麗な試合だったんで、本当これは見てほしい、プラス喋りたいなと思って今日は動画撮ろうと思います。はい、まず知らない人のために、メンバー紹介からいきたいと思います。まずマインドフリーク、バゾ、デンツ、ショックス、ファイター、これはもうオーストラリアのもう本当トッププロチームになります。このメンバーは結構もう長いですね。ゴースト、AWで、世界大会6位7位取ってますね。まあ、ゴーストの時はちょっと違うメンバーでしたけど、ライズネーション、まあ、これは今本当に強い、もうちょっと強すぎる問題あるんですけど、 TJ ハリー、スラッシャー、ガンレス、ルーニー、特にガンレスかな、もう最強最強言われてる、もうプレイヤーですね。キャリアは BO3 からなんで、結構この中では若い方なんだけど、まあ強いですね。今回ワールドツアー本当個人技より完全連携ゲーなんですけど、まあその中でも彼のね、実力、個人の実力ってのがかなり見えるぐらい強いです。はい、というわけでやっていきましょう。バルキリーのハードポイント。この試合はもう今、ライズが2位取って、マインドフリークが1位取ってる感じですね。で、最初のエリアは、とにかくもう皮上げなので、まあ、味方がやられてもすぐね、カバーできるチームが最終的に残るっていう感じです。で、どっちかっていうと、位置的にはマインドフリーク側がこれは有利なので、いい感じにカバーができて、最終的にはポイントに残れてる感じですね。でしっかりマインドフリークも、他の裏取りやらこうエリア正面以外からのルートをしっかり潰してるんで、まあ、ライズとしてはなかなかエリアに近づけない、プラス本当一方向からしか行けてない感じですね。でマインドフリークはこのまま2番目のハードポイントのリスポーンも取れてて非常にいい形。この本当ライズのね、ライズ本当個人技もめちゃくちゃ強いんで、その個人技と連携力をしっかりと MF 止めてるのは、まあここめちゃくちゃ強い、すごいっす、もうこの時点ですごいっす、本当すごい。まあ残念ながらね、これ2-2になって最終的にサーチね、マインドフィール負けちゃうんですけどね。いやでもこの世界トップ、アメリカのトッププロのねライズにここまで戦えるの、まあマジでやばいですね。本当もうね MF しっかり裏でリスポーン管理してるので、リスポーンが反転しない、ずっとね2番目もしっかり取って、次のエリアがね、マインドフリークの取り返しが非常に綺麗だった気がします。まあ、基本はあの左上のレーダー見てもらった方が分かりやすいかもしれないですね。でライズが3番目のエリアに入ってるんだけど、まずこのデンツ選手が頑張って生き残ってる間に味方がね裏のリスをしっかり見てたんで、ライズがこれリスポン飛んでしまう。そしてエリアはこう2人かけてね人数優劣、しっかりエリアも潰していって、しっかりとエリアを取り返すっていうね、これ綺麗だし、綺麗でしたね。本当1回でしっかりとね取り返していったのが本当うまい。でライズも逆にね MF がやったようなことをねするんですよね。なんだけどここではねデンツがまたまたポイントで打ち勝つという、ここも勝っていっちゃって、キルストリークも全部出る。で今のプレイうまいですね。ちゃんと飛び出さないで味方が来るまで今待ってたんですよね、角で。さあ次のエリアがねこれまた難しいんですよね、取り返すの。まあ正直先に入った方がもう取るっていう、エリアですね。だからこれは非常にライズが有利。
ね、マインドフリックとしては本当突っ込んで切るしてもまあ難しいので、とにかく味方と合わせることをね意識してるっぽいので、本当ゆっくりになってますね、かなり。まあ、これは仕方がない。まあ取り返しできなくても、ちょっとでもねライズのポイントを、ね、止められれば、エリア取れなくても止められればいいんじゃないかなって思うんだけど、まあここでまたルーニーが、ライズのルーニーがまあ強いからもう止められてしまう。まあ、これは仕方がないですね。さあエリア時間もう15秒切ったんで、MF はローテに行きたいところ。Pretty solid hill coming in from Eyes, especially because they were able to burn one of the glide bombs. But 70 point game. This is insane, honestly. The Mind Freak even has this big of a lead. いいですね。ちゃんと囲んで囲んで人数入り作って。で、ここのね、エリア唯一天井がないので、しっかりとショックスが核爆弾使っていく感じでダブルキル取って、エリアを抑えていきますね。で、しっかりと裏取りルートも MF は警戒してたんで、ライズとしてはもう正面から行く感じ。うまいですね、このバットの。ちゃんと隠れ、その、ダブルキルした後ね、ダメージを負ってたんで、顔出さないでしっかりと隠れて、味方のカバーを待つ。これがめちゃくちゃ今作大事ですね。さあ、ライズはエリア取り返したんだけど、もう MF としてはもう次のエリアの準備ですね。デンツがもうかなり早い段階からこの位置にいたので、敵をこう囲む感じの位置に出てますね。まあ、レーダー見ると分かると思うんですけど。でも、ここでデンツやられちゃって、ここはもうエリアの打ち合いになるかな。ライズが辛い、ここは。しっかり取り返していって、さあ、ルーニー、1キル、2キル、いやー、強いな、強いな、で、3枚。いかなかったか、ここは。でも、かなりライズ有利ですね、これは。で、これ、左上のレーダー見えるかな、7番のデンツがね、ずっとね、2番目のリスポーンをね、守ってるんですよね。左のレーダー分かると、この動きがめちゃくちゃうまい。で、デンツがしっかりここ倒したおかげで、もうここで一気に MF 有利ですね。いや、これ、うまいな、本当うまいな、これは。あー、ここも勝って、もうこの動きのおかげで、もう一気に有利ですよ。彼がいるだけで。で、またまた1回目と同じで 2番目のね、エリアもしっかり MF が取ってる感じ。なんだけど、ここね、ライズの得意とする動きの挟む動き。で、綺麗にまたライズを取り返すんですよね。ライズはね、とにかくこの動き多いですね。こう、敵の片目を崩すときに、挟むっていうやり方をすごいしてくる。さあ、ここはもうマインドフリックはね、正面から行くしかないので、ここはもうカバーで正面の打ち合いになりますね。で、そこを勝っていく。これでかい。ライズは有利なリスポーンなんだけど、なかなかエリアが取れてないっていうね。で、プラス、MF はもう先にローテできる。で、デンツかな。左上のレーダー見ると分かるんですけど、集中砲撃でね、敵の次ポエのね、移動ルートを潰してますね。このおかげで大体敵の来る方向が限られてたんで、バズはダブルキル取って、ショックスも石毛取って、3枚ダウン。ライズかなりきつい状況ですよ。で、プラスキルストリークでさらにね、敵の進行を抑える感じなんだけど、ルーニーが正面からエリア入ってきたけど、またここ、MF のカバーでエリアを勝っていく。あ、出ましたね。これ、ライズの挟む動き。挟む動きで、エリアをきれいに崩していく。ここまた来たな。うまいっすね。で、20秒。もうここは MF は、もう前方は捨てて、左上見るともう次のね、エリアに移動してますね。
ここの次ポはね、本当先に入ってた方がもう確実に強いので、これはかなり MF 有利。ライズはこれかなり崩すの厳しいね。さあ中2枚で、左翼も2枚で MF が固めてて、ライズはもう正面からこれで行くしかなくなった。なんだけど、まあこれでライズがちょっとおかしいですね。強すぎで、キルしたけど、バゾがカバーして、なんとかライズはエリアをちょっと止めてるけど、さすがにやっぱり厳しいですね、ここは。やっぱり先に入った方が圧倒的に強い。この試合は本当デンツ強かったですね。立ち回りも頭いいし、打ち合いも強いしで、かなりチームの動きを助けてた印象。さあもうあと残りね、6点で MF 勝利なんで、ここはもう決まった感じかな。さあ前ポ捨てて、ライズもさすがにね、ここは止めないといけないので、エロテかなり人数かけてきてる感じですが、強い。しっかりと今の SMG のファイター選手が死んだ後ろにもしっかりまた選手がいるのでね、カバーができる位置。いやー、これの試合ほんと綺麗ですね。とにかく MF の守りがね、うまかったですね。リスポーンぐちゃらせないで、敵の進行経路を一つや二つにして、ライズもかなり崩しはうまかったんですけど、ここは MF のゲームメイク非常に綺麗でした。どうだったでしょうか。はい。今日は、コールデューティーワールドリーグのね、試合をちょっと解説、解説ちょっと下手くそなんで、解説になってるか分かんないけど、まあ、試合をね、見てほしいと思ったので、まあ、ぜひ見てみてください。MLG コット、YouTube は MLG コットの方で見れます。で、Twitch では Call of Duty っていう公式チャンネルでね、世界大会だったり、このワールドリーグのね、試合してるんで、ぜひ、この世界トッププロたちのね、試合、見たい人をぜひ見て楽しんでください。というわけで、よかったら今日も高評価お願いします。お疲れ様でした。